皆さん、こんにちは。元プロ野球選手で野球解説者をされ、その後は俳優やタレントとして活躍された坂東英二さん。プライベートでは一般女性と結婚され、お子様がいたようです。そんな坂東英二さんは2020年頃からテレビで見ることがなくなりました。何かきっかけとなる炎上事件があったのでしょうか。ご家族にも見放されたと噂の坂東英二さん、現在はどう暮らしているのでしょうか。今回はそんな坂東英二さんのご家族や芸能界から消えた理由、家族に見放された現在の様子についてご紹介していきます。坂東英二さんの奥様である陽子さん、一般人のため写真などが一切ないのが現状です。これはやはり坂東英二さんが仕事とプライベートをしっかりと分けて考えていたためなのでしょうか。そんな奥様は2018年の夏頃に病気で亡くなられています。ただ病名や死亡した詳しい時期などは公表されていません。この奥様の死去について分かったのも2018年9月28日放送の今夜解禁ザ・因縁で草野仁さんと出演した時でした。その時に家内が残念ながらこの夏に僕を置いていきましたと告白したことで、奥様である陽子さんが亡くなったことが分かりました。この告白に対して草野仁さんは、奥さんの分も一踏ん張り頑張りましょうと坂東英二さんをハグして長年の友情を分かち合ったといいます。半世紀以上の時間を一緒に過ごしてきて、いろいろなことを夫婦で乗り越えてきたのだと思います。奥様である陽子さんは一体どのような方なんでしょうか。まず奥様のご実家が由緒正しい家系です。陽子さんは父親が江戸時代に福岡藩の藩主だった黒田実さんで、母親は安川財閥創始者の安川慶一郎さんの次男、松本健次郎さんの娘の園子さんなのです。まず福岡藩の藩主だった大名といえば、関ヶ原合戦にも参加した黒田長政の一族ですね。そして安川財閥というのは皇族の流れを組む長命家で、日本の創世期を支えてきた財閥の一つです。そのためこの家系で生まれた陽子さんはれっきとした名家の出の娘さんなのです。そんな陽子さんと坂東英二さんの間には2人の女の子が誕生しているそうです。まずは1964年に誕生した長女、一般人のため情報はほとんどないのですが、旦那様は永田貴則さんという方だそうです。永田貴則さんは筑紫高校時代にラグビーで高校日本代表選手に選出された経験をされ、さらに主将を務めていたこともあったのだとか。その後早稲田大学に進学し、木本健二さんが監督に就任した3年時の1986年早明戦に初出場を果たしたそうです。早稲田大学卒業後は九州電力に入社し、1988年のオックスフォード大学戦に日本代表選手として出場しており、そして九州電力でも主将を歴任。現役引退後は九州電力及び日本代表のフォワードコーチ、九州代表監督を務めました。そして次女の敦子さんはたびたびメディアに登場しています。敦子さんは JAL で勤務されていたようです。その後坂東英二さんのマネージャーになり、化粧品会社ヌセラコスメティクスヌセラを経営していたことから、かなり知性のある女性だと思います。また父以外にも有名な芸能人のマネージャーをしていたことがあります。このように幸せな家庭を築いていた坂東英二さん、そんな坂東英二さんはすでに芸能界から干されたと言われています。今までにもたくさんのトラブルを起こしてきた坂東英二さんですが、2012年の脱税疑惑によって一気にメディアに出ることが少なくなったのです。この脱税疑惑は坂東英二さんの個人オフィス、オフィスメイワークの所得を隠していたということで、7年間で7500万円もの金額を申告していなかったというもの。ついうっかりなんてセリフでは済まされないような金額ですね。そしてこの申告漏れによって坂東英二さんには追徴課税も加わって、合計で1億2800万円もの金額を払う羽目になったのでした。さらにこの脱税疑惑の記者会見で、なぜか長年にわたって職務をしていた事実も暴露していましたが、何が狙いだったのかは未だに分かっていません。また坂東英二さんは
ケシの花のためにあわや逮捕寸前の騒動に巻き込まれたことがありました。繁殖力が強く意外なところにも咲くというケシの花は、果実がアヘンやモルヒネの原料となるため、一般人の栽培は厳禁という違法植物。名家出身の妻との間に長女が誕生した坂東英二さんは、自宅での記念撮影写真がスポーツ新聞に掲載されましたが、そこにケシの花がバッチリと写り込んでいました。すると翌朝、警察官7から8人が血相を変えて彼の自宅へ。中日の坂東英二さんが自宅でケシ栽培かという嫌疑によるものでした。あたりの坂東英二さんからすれば、ケシの花を栽培していたなどとは身に覚えのない話。どこからか飛んできたケシの花の種が坂東英二さん宅で自生したものだと見られます。事実、特に罰金などはなく、警察がケシの花を引っこ抜いて騒動は一件落着しました。時は流れて、近年全く同じような騒動の渦中の人物となったのが HKT48 メンバーの植木直さんです。アスファルトの隙間から茎を伸ばしている花の写真をアップしたところ、ケシの花だったため警察から違法植物ですと指摘されたといいます。さらに花に水をあげている写真もアップしたため、違法植物栽培まで疑われたとか。幸いにも嫌疑は晴れたものの、まるでそっくりな顛末をたどったため、ネットでは坂東英二の再来とまで書かれるありさまでした。そんな坂東さんはプロ野球の現役選手だった頃から株式投資など財テクに熱心で、プライベートでも仲の良かった島田紳助さんとも株式投資に熱中していたと言われていましたが、バブル崩壊で17億円もの借金を抱え、返済している最中にも知人にお金を借りて株式投資を続けていたようで、野々村誠さんからも借金していたと言われています。某 TBS 関係者によると、ある日のこと、収録セットの裏側で紳助さんが野々村誠さんに坂東さんから金を出すよう言われなかったか聞くと、野々村さんはそれを認めたそうで、紳助さんがきちんと振り込みにせなあかんぞ、証拠残しとかんかったら帰ってくるか怪しいぞと言うと、野々村さんは2000万円出せと言われ、坂東さんの親族の前まで連れて行かれて、現金で1500万円渡したことを打ち明けたそうで、紳助さんは、あの人突然金出せ言うてくるのやと野々村さんに忠告していたのだそうです。このことは後に報道され、坂東さんの当時の顧問弁護士が否定しているのですが、坂東さんが紳助さんを含む知人に借りたお金を投資に回していたことは間違いないようです。またお互い株式投資の相談をするなど、お金儲けの面でも気が合っていたという。坂東さんと島田紳助さんはドッキリ番組の隠しカメラがたまたま2人が番組の収録が重なり、楽屋で株の話をしているところを撮っていたことがあったそうですが、坂東さんと紳助さんは楽屋で顔を合わすなり株の話をし始めたそうで、紳助さんが何かいい株ないんですかと坂東さんに話すと、坂東さんはどこそこの株でいくら儲けたとか、あの株は悪い筋のやつやから手を出したらあかんとか、指で数字を出しながら立石に水のごとく話し続けたそうで、あまりの生々しさにオンエアは見送りとなったこともあったそうです。この番組は関西ローカルで、大物タレントの楽屋に隠しカメラを仕掛け、何を話しているのか暴露しようというものだったそうですが、相手に黙って無茶をする番組だったそうで、本人たちは今でも知らない可能性があるそうです。またそんな2人は窮地に陥ったこともあるようで、紳助さんが競馬番組に出演した際、出演者から過去の不動産投資話を向けられ、バブルが弾けた、坂東英二と俺毎日放送の駐車場で2人で首を絞め合った、一緒に死のうってと語っていたこともあったそうです。坂東英二さんは昔から金銭にはかなり執着が強いようで、あの手この手を使ってお金を隠していると言われています。一度ブラックなイメージがつくと起用しにくくなるのが芸能界。このことがあって坂東英二さんはテレビに出演することが激減していったのでした。さらに坂東英二さんには炎上した事件がありました。水曜日のダウンタウンの名物コーナーの検証で、子供からもらった松ぼっくりを
家まで持ち帰らざるを得ない説というのを検証していた時のこと。この企画を知らないで子供から宝物をあげると言われて松ぼっくりを受け取った坂東栄治さんは一旦は受け取りましたが、子供が去るとすぐに捨ててしまい、さらに親子から握手を求められるも拒否して去っていきました。スタッフが坂東栄治さんにロケが偽物だと暴露し、何の番組か分かりますかと尋ねられると、坂東栄治さんは知りません、ギャラくれたらそれで十分と言い切ります。さらになぜ松ぼっくりを捨てたのかと問われると、宝物は土に返すことが大事と持論を述べたのです。この放送直後にテレビ局には多くのコメントが寄せられたそうです。仮にも顔が知られている有名人なら、子供が宝物と言ってくれた松ぼっくりをそんなに簡単に捨てるような行為はするべきではないですよね。にもかかわらずその辺にポイッと捨てて土に返すことが一番などの言い訳をするあたりが人間性の悪さを証明していますね。このような人間性も相まって芸能界から干されたという噂が出ても不思議ではありませんね。そしてこの話には続きがありました。番組がドッキリだったことを知らされた坂東栄治さんはスタッフに対し怒りの感情をぶつけ、さらに使わなかったら2億円くださいと恐喝めいた発言をしたのです。これにはさすがに VTR を見ていた松本人志さんもあいつやべえなと驚きを隠せない様子でした。この放送後、まるで示し合わせたかのようにテレビで坂東栄治さんを見ることがなくなりました。坂東栄治さんは自分が元プロ野球選手で芸能人だという自覚を持っていないのではないでしょうか。でなければこのような宝物を簡単に捨てたりスタッフを恐喝するような発言はしないと思います。プロの世界で活躍していた人ならもっと発言に影響力があるのだと分かった上で行動してほしいものですね。さて、さまざまな事件を起こしテレビで見ることがなくなってしまった坂東栄治さん、現在はどうしているのでしょうか。坂東栄治さんは2020年7月以降行方が分かっていないと言われています。2020年7月に頭を怪我して入院してから表舞台から姿を消してしまったようです。少し前の2019年頃から野球の有名選手の名前が出てこなかったり、おかしな行動がテレビでも見られたりして視聴者からも心配する声が上がっていました。認知症などを疑われたこともありましたが、真相は定かではありません。2023年8月29日週刊誌フラッシュは家族への取材記事を掲載。神戸に住む2番目の姉である S さんを訪ねたところ、そこで聞かれたのは衝撃的な言葉でした。エイジの妻が亡くなった時も何も連絡がなかったし、もうエイジは死んでいるかもと思って戸籍謄本を確認するしかないのかなと考えていたところなんです。そんな危惧を当時坂東さんの長女愛さんにぶつけましたが、言葉づくなに私は分かりません、うちはもう何も関係ないのでと申し訳なさそうに答えただけでした。なめ方を知る最後の手がかりの次女 T さんの自宅も訪ねましたが応答はなく、期日までに連絡を求めたが返答はありませんでした。家族と断絶し近しい親族すらも坂東さんの生存に自信を持てない状況に、ネット上では驚きと悲しみの声が寄せられました。いくら活躍しても晩年が寂しいなら人生は儚い、お金の話も多少絡んだりしてなんだか哀れな老後だな。しかし坂東栄治氏に関わらず、近年親族との絆がどんどん希薄になってきているような世の中の微妙な雰囲気も感じる。フラッシュは昨年12月坂東さんのいとこである A 氏にも現在の状況について尋ねてみました。報道以降、坂東さんから連絡はありましたか。他の親戚から A 氏に何かあれば連絡が来ると聞いてます。何も連絡がないのでどこかで元気にしてるんだと思いますけど。夏、お姉さんは死んでいるかもと口にしていたんです。そうですか。姉もわからないというのなら私らはなおさらわからないですね。だからといって確認しようとは一切思いませんけど、 A さんはそうそっけなく答えたそう。また別の親族の B さんもこう答えています。エイジさんのお姉さんからも娘さんからも何も連絡が来ていません。
何かあれば連絡があると思いますので、変わりがないのだと思います。頼りがないのは元気の証拠だと親族たちはそう口を揃えていましたが、現状坂東さんがすでに亡くなっている可能性は決して低くない状況のようです。いかがでしたか？今回は坂東栄治さんのご家族や芸能界から消えた理由、家族に見放された現在の様子についてご紹介しました。顔は優しそうなイメージがある坂東栄治さんですが、発言はかなり辛口で、あまり好かれていないという噂は昔からあります。もう芸能界に復帰するのは難しいかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。